サム・サイモン・サム・サイモンは、アメリカ合衆国のテレビプロデューサーであり、脚本家である。彼はマット・グレーニング、ジェームズ・エルブルックスらと共に、アメリカのコメディアニメシリーズ、ザ・シンプソンズの基礎を作り上げた、最も重要な人物の一人であり、また、ジャクリーン・ブービエ等多くのシンプソンズに登場する、キャラクターの創作を手掛けたことでも知られている。これまでに、タクシー、チアーズ、 トレーシー・ウルマン賞、ドリュー・ケアリー賞等のシチュエーションコメディの制作に携わり、また、ラジオ局シリアスサテライトラジオで放送されているコメディ番組、ハワード100で2006年10月25日に放送された回のコメディドラマを書いた。その他に彼は、WBO 元ヘビー級チャンピオンである、 レーモン・ブリュースターのマネージャーを務めており、2005年度のワールドボクシングマネージャー・オブ・ザ・イヤーに指名された。また、彼は2007年に開催されたワールドシリーズ・オブ・ポーカーに出場し、その結果、329位、39,445ドルの賞金を獲得した。さらに彼は、クイズ番組、チクタク・ドーの1970年代版を再現した。 番組にも出場者として登場していた。環境保護を訴えるテロ行為活動団体 C、シェパードの活動に協力し資金を献金した。同団体は日本の捕鯨に抗議する活動に運用する船に市の名前を命名した。この抗議船サムサイモンゴは元は日本製であり日本製品ボイコットを訴える同団体のポリシーと反することから 同団体は、戦績偽装をした上で使用していた。2013年より、末期の結腸癌の治療を続けていたが、2015年に、病状が悪化し、ロサンゼルスにある自宅で死去した。59歳没。サム・サイモン氏イコール米、アニメ、ザ・シンプソンズ共同創作者読売新聞、ザ・シンプソンズ共作者、サム・サイモン氏が死去映画ニュース MTV ジャパン。 ありがとうございます。